Welcome to シリちゃん。どうも、Welcome to ガンダムライン。どうも、シリです。始まってたみたいな。はい、そんなわけで来ましたね。ゼータガンダムですね。ボリューム47という形で やってまいりました。早速ですね、機体を見ていこうと思います。ゼータガンダム 3号機がね、興味津々だったんでね。パッツ、デスガン、お、いいですね、ペールライダー、まあ、ジムスリオでもペールライダー、ライダー、ハゲス。ハゲスでしょ。あ、1340高いですね。多分ビームコ持ちでしょ。で、変形できると。ビームシュークイックスイッチクイックロード。HP が2000超えてないのが、あ、まあ、コスト360、うん、相当でしょうかね。そういうことでも比較的早めですね。ロングビームサーブ、投擲。ハイパーメガランチャー。ゼータを、ゼータと100しっかりの合いの子かなっていうイメージを持ってます。なビームコーディング持ってますよね。うわ、データ静止式トーブバルカン、バルカンの上位式です。2問同時発射ですね。しかも連射速度が非常に速いという。フラマーダブルゼータで今使ってるやつがすごいです。あれめんどくさいからやめてっていう。めちゃめちゃいいです。フラマーダブルゼータで持ってるやつ。で、ビームライフルは強化型の方ですね。ですかね。だと思います。だと思います。高コストが持つビームライフルです。強襲高コストが持つビームライフルですね。正しく。背面が、まあ、ゲロビですね。背面がゲロビで、これは100しっかりと、あいつと一緒かな。ガーベラテトラと一緒ですね。ブラスト。ブラスト同時持ちできるの？ああ、同時持ちできるんだ。こいつはガーベラとは違い、ブラスト同時持ちできますね。あ、ガーベラもできますけど。だけど多分万発でしょ？あ、万発ではなかった。その辺は配慮がありましたね。万発かよとか思いながら思ってたんですけど。それは違いました。で、内臓、多分持ち替え式が出るのかな？持ち替え制限がありません。あ、持ち替え出ますとか、内臓式ですかって出てないので、持ち替えがなぜか発生するんでしょう。ガーベラテトラのミラー的なポジションにシールドを持っているみたいな感じでしょうかね。だから、ゼータプラスガーベラテトラは割る2みたいな。100しっかりとまたちょっと違うポジション。ただ、実弾系のやつがないですよね。ガーベラは日清車の2門があるんですけど、こいつは実弾がこの短距離のやつなんで、これ射程が短いんでね。その辺がどうかなっていう気はしますね。マジでですよ。一発限り。これまあこれネタ武器ですね。ワンボ2連ランチャー F、F が、なる 3発戻ってんの？これ、ゼータと、バウにくれよ。ねえ。ゼータとバウさんがすごい悲しい。まあ、ゼータはともかくバウさんが特になんかもういろんな期待を後ろから刺そうかっていうぐらいな記憶で、あいつはもうなんかもうなってますからね。まあ、それを言ったらドーベンもそうですけど、ドーベンはもうなんかもう、なんかフラーマーダブルゼータが後ろから切りかかりたい感じですよ。絶対。さっけんじゃねえよって実際にいたらもう。もうなんかもう、五寸釘かなんか塗ってますよ。今度ドーベン新しいの出ますし、ね、まあそれジオンの方でぜひですね、うん、まあフォルムが私はゼータのフォルム好きなんで欲しいですね。色がちょっとあんまり色はやっぱ普通の素のダブルゼータの方がかっこいいですけど、あ、ダブルゼータの方がね。あ、でファッツですね。銃撃、これ武器を一つ外せないという話です。まあどうなんでしょうね、ちょっと見てみたいですね。ブーストチャージが高めのコスト340銃撃ですか。機動性も非常、まあ、そこそこありますね。あ、ダブルバルカン。威力はあいつより低いと。こっちは連射速度が変えられないんですね。集団性能はあるけど。これが外せない背面が。チャージなんですね。チャージ式の。S があるんだな。威力2倍、効果範囲2倍までになるんで、まあかなり高い威力を持つと。まあだけど、チャージ式なんで初期の交換は少し低めと。
あ、ダウンポイント見なきゃ。272、2倍なんで400ですね。一発で、だから、一発でダウンさせるようなことはないと。ひるませるようなことはない。さすがにそれは、なかったというか、ね。ワンブ三連ミサイルポット、三発式ですね。優秀な武器ですね、これもね。で、こいつなぜかこいつ8連持ってんですよ。ダブルはねえよな。さすがにダブルはやめたよね。フラマーダブルゼータでも散々とクイーンマンサで、これのダブルでひどいことになってるんで、さすがにダブルを外してきましたね。ちなみにちょっと空気読んだ感があります。これのダブルがババババって、この辺もダブル、あの F とかね。この辺威力高いですかね、フラマーダブルゼータ。これミサイルですね。特筆すべきは効果範囲が広めという感じでしょうか。で、2連ミサイルもあるんですね。直接なんだこれ。2連ミサイルだけど、普通のバズーカですね、これ。2連装バズーカですね。しかも威力超高い、これ。これが、から2発ドーンって一気に出るタイプだと思うんで、威力が仮に2倍だとしたら、1万5000とかですけど、だけどこれ普通のバズーカでしょ。わかんないです。2連装と2連装ミサイルって出てますけど、これが ×2 だったらやべえなと思うんですけど、おそらく銃撃のですよね。銃撃のバズーカなんで、8500で F 型なんで、おそらくこれは銃撃バズーカだと思うんですけども、2連式とかではないと思います。これは見ないとちょっとわかんないですね。で、これ6コーンの18連6コーン。まだこれは ×2 なんですね。で、ミサイルが結構多いですね。ミサイルミサイルを、まあ一つ外してミサイルやったりと。武装背面が外せないんで、これプラス、まあ爆撃だから、劣化、介護官のフルアーマーダブルゼータ的なポジションですかね。コスト40下がった、ビームコーティングのないフルアーマーダブルゼータ的なポジションにいるのかなという。まあだけどこれだったら多分人間心理的にじゃあフルアーマーダブルゼータでよくねってなると思いますけども、どうでしょうか。差別化がちょっと、こっちは、あっちはビームですけど、こっちはチャージバズーカであるという点ですかね。まあ、それにコストが違う恩恵分、そういった差が出てきているのかなという感じです。だコスト限定戦4じゃね、フラマーダブルゼータは、コスト380で限定戦出れないから、コスト340のそれっぽいのを出しましたみたいな。わかんないですけど。癖は少ないですね、全体的にね。やはり、ここの背面が、こいつは背面がからのワンブでバルカンでしょうかね。まあ、ブラスト持つこともできるけど、通常の F バズーカであるっていうことを考えると、現行そこまで有効ではないので、だったら多分バルカン内蔵で合わせて背面がっていう感じですかね。まあ、バルカンか、まあ、ビームかみたいな。背面が、まあ、ゲロビベースの、しかもこいつゲロビ縦構えたまま打てるんじゃなかったっけ。それはなかったですね。違いました。飛行形態に変形すると使用できない。なので、ゲロビーベースの、そこからワンブ。だこの辺、百式回とものすごい被るところはあるんですけど、百式回はビームコーティングはあるけど、こいつは縦だよという感じですかね。ちょっと、ポジション被ってる感がすごいありますけど、大丈夫かな。という感じでございます。連邦は。ね、百式回と結構被ってんじゃないこれ、みたいな。うん。パルスレーザーからの、みたいな。まあでも、パルスレーザー装備してるプレイヤーそんなにないんかな、みたいな。これ一緒ですからね。うん。それにどうでしょうかね。まあだから、よりガーベラっぽくした感じですかね。これパルスギだったら水車式を持ってる方が多いですからね。水車式、ガトリング、ビームライフルみたいなのが多いんで、むしろゲルベを持たないプレイの方が、百式回は相対してると、相敵してるとそんな感じなんで、まあ、ではなくて、
よりガーベラっぽく立ち回る機体をジオン連邦にも作りましたんで、どうですかという感じですかね。そんな感じを受けます。盾持ってるガーベラ細身の、そんな感じですかね。思ったほど尖ってなかったかなっていう、もうちょいなんか尖ってるのかなと思ったんですけど、私の中ではあこんな感じなのかっていう感じですね。まあそんなわけで、まあ記念なんで、回してみようかなと思います。ポン、お、もうパッていきますよ。あ、パッツきましたね。なんだこれ露骨なパッツ押し4枚。そうっすか。もう一回、まあ、お布施みたいな感じなんだね。ポーン。マジっすかあれ、あ、来ちゃった。あ、そうっすか。まさかの2回で両方とも金が来る。あ、そうですか。びっくりしましたよ。あ、嘘みたいな。押せって。来ちゃいました。来ちゃったっていう。いや、マシチケ足りねえな。マシチケセット売ってくんねえかな。なんなのこれ。本当にマシチケ成功多いんだけど。あ、ロケシュ。これはいいね。熱いね。でけえな。これちょっと多分一連だと思うんで、バズーカ。まあこんな感じで、そうするとスタークジェガーみたいな感じになるのかな。でけえなこれ。まあそれとは別にちょっと早めが見ましょうか。あと格闘モーションちょっと見ますかね。重いな、オーバーしてる。まあ静止式ベルカも安定だと思うんで、ちょっと D 式がどうなるのかね。まあ格闘をこいつで振ることはないですけど、まあ、一応チェックとしてね。重っ。ちょっと、とりあえず期待、積載量だけ。よし。というわけで、びっくり仰天。2回できた。これなんかジオンで当たんなす。まだジオンはやってないんですけど、なんかジオンで外れそうだな。いや、かっこいいですね、ファッツ。フォルムは結構好きかもしれない。なんかガンダムっぽいくないですね、非常に。作戦区域内に敵重要目標を確認しました。攻撃準備を開始して。あ、いるし、もうすでに出撃する機体。さあ、ブーストの種類は何なんだろう。ホバなのか。あ、ジャンプは銃撃ですね。指揮官から指示が届きました。通常ですね。ありがたい話だ。弾速速っ。速くない弾速。あ、やっぱり普通のバズーカっぽいですね。だからスタークジェガン的なポジションみたいな印象を受けますけれども、ま、ダブルはないんですけどね。武器がかっこいいですね。ガンダムっぽくないね、あんまね。まあだから介護官のグラマダブゼータという印象を受けます。緊急機と長
まあ、下悪時間の金がなかったんでいいかなっていう。はえ、これ他の典型もそうしてくれよって感じですね。あ、普通の儀式ですね。癖がない感じですね、本当に。え超連射できんじゃん。ワンクリックで2回です。ほとんどずっと打てますね。こいつはだからゼータの介護官ですよ。あいつはハイメガですけど、こっちゲロビみたいな。ゼータとだから ガーベロなんか合わせたみたいな。あ、しかも、うん、という感じですね。さあゲロビ、まだ本当にガーベラです。なんだかどっちの軍にも似たような機体がどん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 増えてるっていう感じです。陣営撤廃じゃなくて似た機体をどんどん増やしてるって感じですね、っていう印象を受けます。という感じでございました。新機体2人とも来ました、まさかの。ちょっと強化をしていこうと思います。こいつ、まあこいつは多分結構使うことになると思うんで、まあ、食い入りろ、まあ、しけだけどちょっとチケットが足りない、考えます。そんな感じでございました。今回はここまで。やっぱフォルマーゼータ関連かっこいいですね。かっこいいと思います。ゼータの方の好きなんです、僕は。全く一緒の色違いですね。背面とか違うのかな。いや、ほとんど一緒じゃね。どこが違うんだろう。縦のフォルム、縦をも、いや、縦のフォルムもほとんど、ほとんど空張り、ほとんど一緒じゃないかって説。まあコメントで多分、いや、ここのブースターの形が違うんですよとかって言ってくるかもしれない。パッと見てなんかわからない。まあそんな感じでございました。今回はこの辺で、最後まで見てくれてありがとうございました。ちびチャンネル、またお会いいたしましょう。ちびでした。